皆さん、こんにちは、こんばんは。今日も異国のフォトグラメトリーワールドから動画をお届けしております。私、夜な夜な異国をバーチャル旅行するのが本当に大好きなんですけれども、一人旅でも危険も何にもなく怖くもなく安全に行けるのがバーチャル海外旅行ではないでしょうか。今日来ましたのはイタリアの国境近くにあるアルプスの山々に囲まれたスイスのグリソン州というところにあるマロヤ地区というところにある村なんですね。本当にね、ちっちゃな家が坂道にびっしりとあって本当に素敵な村です。はい、村丸ごと 3D スキャンフォトグラメトリーで再現してくれた、そんなワールド皆さんと一緒に見ていきたいと思います。皆さんもスイスに旅行に来た気分でぜひ最後までご覧ください。もうね、なんかこのお天気の感じから全てをスキャンしてる感じで、この坂道が本当にすごいんです。実際だったらね、膝笑いそうなこんな坂道の村なんですけれども、見てください、この路地からちょっと光が漏れた感じとか、こっちを見たらこの感じ、もう言葉にならない可愛らしさ、すごくないですか。この裏路地の感じ、このお日様の光と緑の感じ、そしてこの狭い、すごいですね、この辺の感じ。どこ行っても写真スポット。ちょっとこのアバターの私が違和感あるんじゃないかなっていうぐらいの感じなんですけれども、はい、スクショタイムです。誰も撮らない感じですか、すごい。もうね、映像で見るだけでも多分すごい場所なんですけれども、全部可愛くって、でもその中に入り込んで自分が街を歩けるっていうのは本当に贅沢な気持ちになってきます。行こうと思ってもなかなか行けないじゃないですか。簡単に行けないところに1分もかからずに行けるのがこの VR の世界なんですけれども、そのためにはこうやって忠実にフォトグラメトリーとか手作りで再現してくださるクリエイターさんが必要。あ、ここもかわいい、アーチの感じ。え、どっち行こうか。丸ごとなので見えるとこ全部行けるんですよ。こっち行ってみましょうか。うわ、このちょっと裏路地の中にあるこれはお家、お店、お店な感じですね。雑貨屋さんっぽい、すごいかわいい。こんな町に、こんな町にもしギャラリーがあったら、わー、お庭が綺麗、芝生の。いいお天気の時にスキャンされたんですね。もう本当に気持ちいい。なんか寒い季節なのを忘れて、なんか暖かくなってきました。体温が上がってきました。見てください、向こうに見えるのはスイスの山々です。すごくないですか、風景まで再現されて。キャーのキャーですよね。おーい、綺麗、本当に坂が多い村に昔の人が工夫して住宅を建てたんだなーって。日本だったら地震が多くてなかなかこんな昔の建物、どのぐらい昔かっていうのをぜひ皆さんね、画面にワールド名がこの村の名前になっているので調べてみてください。ウィキペディアもありますので、最初に言った情報は全部ウィキペディアの情報ですので、全部ネットにあるのでぜひネットでも見てください。わ、こっから見る山もめちゃくちゃ綺麗、すごい素敵。
どっち行こうかな。もうどっちもこっちも行きたいんですけど、こっち行ってみようかな。うわー、この草の感じもすごく素敵。あ、なんかちょっと日本っぽいお家がある。日本にもありますよね、ああいう木の壁のね、昔の家ね、ありますよね。こんな、あ、ここだけ見たら日本の家じゃないですかみたいな感じの。わあ、すごい。あ、ここは何だろう、水場、手を洗う場所。わあ、お水がめちゃくちゃ綺麗。この感じハイジが合いそうですよね。ハイジになってみましたけど、ちょっと合いますか。声がさがさのハイジ大丈夫でしょうか。自分を忘れて、たくまとカールの音が鳴って、パパ足を待ってるの、教えて、おじいさん。チャラララララ。教えて、おじいさん。教えて、アルムの森の木は。うわらら。あ、いいですか、すいません、イメージ崩れます、すいません。あ、もうこの階段の感じも素晴らしいけど、あ、こういうコーンはバンコク共通なんですね。日本にもあるもんね、こういう感じのね。あ、なんか工事現場みたいなところに出てきました。わ、この建物は結構大きい、漆喰の、なんだか工事現場みたいなところに出てきましたけど、でもさ、こういうね、村を歩いてて隙間隙間からアルプスの山が見えるってすごくないですか。日本で言ったらこう富士山のほとりってどこに行っても富士山見えるっていうじゃないですか。もうすごいね、やっぱりこういうなんか大きな山がさ見える街って、本当にハイジの村じゃないですか。ここハイジの聖地巡礼してる気分になってきました。すごい、本当にバーチャルであることを忘れるくらい気持ちいいです。そして私今立って撮影してるんですよ。ちょっと足踏みする感じで本当に歩いてる感じを味わいたくてね。すごい。あ、ちょっと村の外れに来たら山々がすごく見えてきました。村の外れ来ました。うわー、すごーい。わー、ご覧ください、アルプスの山。うわー、すっごい、こっからの、わ、あれがサムネになってた塔だ。あそこ行けるのかな。あそこも行きたいですよね。あそこどうやったら行けるんだろう。この下の階段、話では全部行けるので、話では全部、はい、なんかこれ大丈夫ですか。人様のお庭ですよね、大丈夫ですか。わー、ハイジの感じ。わー、すいません、調子乗ってたら落ちまして、リスポーン地点に戻りました調子に乗って走ったら落ちました。そしたらリスポーン地点から見ると塔が見えてました。こっからだから、さっきはこっちに行ったんですけど、こっちのね、あの日の光が暖かそうでこっちに行ったんですけど、こっちに行けば塔に行けると思うのでこっち行ってみますね。まあ、もう何気ないこの植木鉢まで全部愛おしい、かわいい、すごい、すごいですね、この路地とか。ああ、ここの路地もお家のあの隙間のところにいろんなお道具が置いてあって、ワオな感じですよ。わ、こっちはなんかここ、あ、ここ、あ、寄り見、あ、こっち行ってみたい。この扉かわいい、この扉かわいい、こっち行ってみたい。わあ、わあ、なんか日本の田舎にありそうなの、昨日ね、チラシ貼った扉が。あー、いいお天気、お天気まで再現できるのが
ね、フォトグラメトリーの特徴ですよね。わ、こっちは何だろうか。うわ、もう隙間から見えるアルプスの山が本当に、あ、ここにも水場がありました。こういうのすごい要所要所にあるんですね。本当にハイジのね、おじいさんの家の前にもこういうのありましたもんね。井戸水を貯めておくためのね。わあ、すごい、スイスの国旗がなんとなく見えますね。割とね、スキャン的には粗めの 3D スキャンなんですけれども、それでもそれでも臨場感すごいです。没入感すごいです。わあ、山、こっちの山もすごい。うわー、あんまりね、このね、緑のところを駆け巡ると落っこちちゃうんですよ。あそこまでなので、スキャンしてるのが。なのであまりあちらにまた調子乗って走っていくと落っこちるので、こっちから行きたいと思います。スーの感じです。わあ、なんかお花かわいい。こっちも行けないのかな。じゃあさっきのところにちょっと戻らないと。うわあ、もう路地もず、もうすごい、なんかフランダースの犬にも出てきそうな、そんな感じですよね。わあ、すごい。わあ、すごい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 狭いんですけど、この狭さが何とも言えないです。わあ、塔はどこだ、塔はどこだ。やっぱりね、サムネにも出てたので、この村の中ですごく有名な観光名所になってるそうなんですね。いろんな、ちょっと調べてみたら、ここに実際リアルで来たら絶対にあそこに、あ、ここの水場もめちゃくちゃ可愛くないですか。ここの水場も、うわー、ここ塔になかなかたどり着けない。全部可愛くて、お天気がすごくいいから、漆喰の、あー、ここからの山々も、うわー、壮大、うわー、すごーい、うわー、すごい。塔はどこですか。うわー、すごいすごいすごい、緑と白とこの感じですよ。そして塔はどこですか。あ、通り過ぎてました。塔を通り過ぎてました。アルプスの山があまりにもすごくて、この村の名所の塔を通り過ぎておりました。どうやって入るんだろう、どうやって入るの？あ、こっからだ。お邪魔します。あ、こっからだ。わー、ここからの山が一番。わー、わー、わー、すごーい。わー、ここからの景色が一番すごいかも。わー。ということで、目的地の塔までたどり着くことができたので、この場所からドローン映像をご覧いただきながら終わりたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。すごいです。
ちょっと場所が。今日もココ VR ご覧いただいてありがとうございます。今日は皆さんすごくのどかな村に来ております。金色モザイクというアニメがあって、その聖地巡礼ワールドだそうです。そのアニメ自体がイギリスのコックウェルズ地方というところにあるハイブリーっていう村が舞台となっているそうなんですね。どう見てもここフォトグラメトリーワールドなんです。多分このワールドの作者さんはその金色モザイクというアニメが大好きで、この村に直接イギリスまで行って、その村を全体をフォトグラメトリー 3D スキャンで撮影してきて VR チャットのワールドに再現したというようなワールドです。下見に行った時にアニメ知らなくても、イギリスにこんな可愛らしいこんな素敵な村があるんだって、割と荒めなんですけれども本当に丁寧に光の感じとか草の感じとかも 3D スキャンしてるので、今日はこの村をじっくりとお散歩していきたいと思います。異国の知らない村をお散歩してる気分になっていただけたらと思って、心を込めて撮影していきたいと思います。グッドボタンとチャンネル登録何卒お願いいたします。それでは見ていきたいんですけれども、かなり大きな村というか町というか、はい、鳥のさえずりなんかも聞こえてるんですけれども、見てください、めちゃくちゃ小さな扉がある。石のレンガって言ったらいいんですかね。でもこの雨どいもグリーンで扉の色と合わせてて、あ、屋根裏、あの屋根裏部屋入りたいみたいな、もう童話の世界そのままみたいな、ねえ、そのままみたいですよね。村っていうかこの町を丸ごと 3D スキャンしてるということで、どうしようどうしようか、かわいい、あ、かわいい、あっちの家もどっち行こうかの、この坂の上も気になるし、うわ、この家もめちゃくちゃ2階建ての家かわいい、こう花壇がなんかこう、うわーってこうなんか作りすぎた花壇より、私こういう花壇大好きです。じゃあどっちにしようかな、こっちに行ってみましょうか、こっちが気になるので。こっちは、あ、なんか木漏れ日が、池のほとりですね。あ、ちょっとなんか手作りの板を渡しただけの橋がありますね。わー、すごい、わー、お散歩コース、わー、この村に住んでる人だったら、わー、これ湖ですね。この村に住んでる人だったらここ最高じゃないですか。わー、気持ちいい。空はちょっとなんか曇り空っていう感じで、すごーい。割とね、ちょっとね、上の森の木とかは割と粗めですね。細かくはスキャンされてないんですけれども、下の道は結構、あ、お散歩コースを抜けると何がある、あ、大きな道路に出ました。ちょっと車がこう、なんか見てしまいますね。車ないの分かる。あ、何これ、あ、こっちになんか滝かなんかがあるんですか、霧が。わー、すごい。わー、このお家も素敵。なんか一個一個見たくなる。この街全体的に建物、ベージュのレンガっていうか、石の感じは統一されてるんです。この扉とかもめっちゃ可愛い。全部行けるんですよ、全部。見えるとこ全部。わー。こんにちは。中は行けないんですね。中も見てみたい感じですけど、もちろんね、外からスキャンしたから中は行けないの分かってるんですけど、こんにちはって言いそうになる。なんかお家の中の暗さもすごい素敵。すごーい。わー。すごい。素敵ですね。あ、車がいっぱい止まってますね。車とかはなんかほとんど潰れてて、スキャンちゃんとできてない感じですけど。すごいすごい、でも。あ、柳の木が。すごい、あの突き当たりのお家は結構ツタが絡まってて、
めっちゃかわいい。こっちも池があってお庭素敵。わあ、なんかちょ、あ、これは家っていうよりなんかちょっとレストランじゃない？車がいっぱい止まってるもん。これレストランって感じですよね、絶対ね。これレストランって感じがする。すごいすごい、青い扉がすごい素敵。わあ、すごい。あ、これ、あ、やっぱりこの辺ちょっとフランス料理のレストランがあるんじゃないですか。ほら、お庭に傘があったりして看板が出てるから、これお店ですね。こっから全部なんかレストランかなんかですね。わあ、すごい、ツタがすごい可愛い。ここも素敵。わあ、この辺はずっと道ですね。どんなアニメなんだろう、なんかすごい気になってくる。この日本のアニメがこういうイギリスのすごい郊外のところをこうやって舞台にしてるって、どんなアニメなんだろう、すごい気になる。ぜひ気になった方は金色モザイクで検索してみてください。もちろんアニメはね、あのフォトグラを使ってないと思うんですけれども、このアニメの舞台になった街へ出向いてフォトグラメトリーという。これトイレかしら、すごい。あ、橋のところにこれまた綺麗に、あ、これスキャンじゃなく車ですね。あら、橋に車が止まってますけど大丈夫です。この池もめちゃめちゃ可愛い。この池もめっちゃ可愛いですね。あ、こっちに行くとさっきジョインしたとこだ。こんにちは。こっちに行くとさっきジョインしたとこになるんですね。へえ。パブリックで入ってるのでどなたかが入りました。あ、お店、カフェ、カフェだってここ、すごい。あ、事故大丈夫ですか。あら、運転してらっしゃる、大丈夫ですか。安全運転でお願いします。かわいいめっちゃかわいい車。車が運転できるのすごくないですか。この連灯になったのこの長屋の感じも、あ、車動き出した。パブリックなので、あ、こっちに来る、あ、車通り過ぎる。あ、運転上手、乗る、ゆっくり運転。この街にはゆっくりの感じがいいですね。あ、こっち来た。あ、上手。あ、どこ、あ、上手。あ、大丈夫ですか。あ、歩道、あ、事故起こっちゃう。あ、すごい上手すごいすごい撮影しております。すごい深夜ですよ、今撮影、深夜でも。いや、かわいい、かわいいですね。あら、かわいい2人がドライブしてる、すごい。いいですね、こういう車で、ちっちゃいかわいい車でね、かわいい街をドライブ、いいですね。わあ、すごい。いってらっしゃーいすごい、車が行ってしまいました。すごい、この建物住みてーよみたいな。あ、このちょっとペンキが剥げた扉もかわいい。やっぱりフォトグラメトリーって本当にそこに行ったような錯覚っていうか、うん、こういうのがいっぱい増えてくれたら、やっぱりね、あのリアルで行くのが一番いいのは分かってるんですけれども、実際生きてると限られてるでしょ、時間も体力もお金も。だから全部隅から隅まで一人の人間が行くっていうのは無理なんですよ。だからこういうね、旅番組とかって人気があると思うんですけれども、旅の DVD とかもありますよね。そういうのももちろんいいんですけれども、こうやってさ、スキャンされたワールドに実際等身大になって入って散策する、お散歩するっていう感覚って本当にね、本当に私 VR チャットに来て1年なんですけども、全然飽きないんですけどね。深夜のさ、時間関係なくこうやってね、いろんな世界のいろいろなところをこうやって渡り歩けるんですよ。これだけでも価値があると思います、 VR の。あ、こっちも気になるし、こっちも気になる。この村全部可愛くない、この村全部可愛い。でもやっぱり、あ、サムネで見た赤い電話ボックス、昔、うん、昔アーモンドチョコレートで聖子ちゃんとトシちゃんがアーモンドポッキーだったかな、この感じ。青春を
旅してポキポキ、あ、ポッキーだ、ポッキー、トシちゃんと聖子ちゃんの CM で使ってた電話ボックスはね、すごい、あー、ここかわいい、あ、ここかわいい、ここかわいいって全部かわいいけど、こう、ここのこのワールドのこのこの村、この町全部かわいいけど、ちっちゃな町、ビルが全然ないんですよ。高くても多分こう制限があるのかな、京都みたいに2階建てまでですよみたいな、多分制限が、あ、ちょっと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 、時計台、時計台、わー、あっちに見えるのは時計台です。わー、素敵、わー、時計台も素敵ですね。がっちりしてて、これが一番高い建物じゃないですか、この村で。あ、教会、教会ですか、入れますか。あ、教会、あ、入れる、あ、墓地、あ、墓地ですね。あ、教会なんだ、時計台じゃなくって教会なんだ、ほら墓地が、あ、墓地です。墓地もかわいい、墓地もかわいいですね、教会と墓地かわいい。わあ、アニメではこの辺も描かれてるんですかね、墓地とかこの教会も。え、アニメ見たくなってきた。金色モザイクっていうアニメが気になってきました。すでにアニメを見てから聖地巡礼っていうのがね、あの正しいコースだと思うんですけど、この VR チャットにいるとすごくね、アニメオタクの人もめちゃくちゃ多くて、アニメを何かしら再現したワールド、こんな風にフォトグラだけじゃなくて推しのアニメがあって、そのアニメのお家を自らこうね、ファンアートみたいな感じで作ってらっしゃる方、もちろんね、ちょっとね、著作権侵害のぶっこ抜きみたいなのもあるんですけど、そういうのはちょっとね、撮影しないんですけど、え、ちょっと待って、どっち行く、え、すごいんですけど、想像より、下見はね、その全部行ってないんです。はい、下見全部行ってないんで、ここもちょっと気になるので、ちょっとだけ、かわいい、ここもかわいい、もうかわいいもの見てかわいいっていう時にめちゃくちゃ気持ち悪くなるの私だけですか、かわいいって、かわいいみたいな、この車もかわいいし、このお庭もかわいいぜみたいな。わー、すごい、ここはなんだろう、なんかの収集所。わー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 、すごいよ。わ、ちょっと開けた、すごい、もうワンちゃん、あ、またあの電話、あ、さっき通ったとこだ、なんだ、さっき通ったとこ戻ってるんだ、私戻ってきましたと、聖子ちゃんとトシちゃんの電話ボックスに会えた、ここで撮影したとか、聖子ちゃんとトシちゃんここに来て撮影したの。青春を旅してポキポキポキめくり合えた喜びだったた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 、カリッと青春、グリコ、アーモンドチョコレート、あ、ポッキーだったね、うんうん、でもアーモンドチョコレートも聖子ちゃんしてたよ CM。 うわー、もうもうなんかね、私ね、気分的には室内にいるんですけど、なんかね、ネイチャーウォークした気分、すごい素敵な街をネイチャーウォークした気分。わあ、結構車が多くて、やっぱり郊外だから車がないと、あの、いろんなとこに行けないからかな、めちゃくちゃ車が多いですね。わあ、すごい大きなワールド、すごい可愛いワールド。下見に来るときは撮影する予定ではなかったんですよ、アニメの聖地巡礼っていうことで。なんかこのアニメを好きな方がなんか再現したのかなって、ね、あんまりこうアニメを見てないと面白くないのかな。あ、ちゃんとここに町の地図が、すごいですね、観光地になってるのかもしれないですね、すごい。この村のことなんか知ってる方いたら、ぜひ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 コメントください。ということで、スタート地点に戻ってきました。ということで、今回は有名なアニメの聖地巡礼ワールドをご紹介してみました。私はこのアニメ知らないんですけれども、この聖地巡礼のこのフォトグラメトリーで実際の舞台になったイギリスの街を見たら、アニメがちょっと気になってきました。この後早速ちょっと検索してみたいと思います。今更ですけど、このワールドは赤毛のアンが似合いますね。アンになってみました。なんかグリーンゲーブルズって感じ、緑がいっぱいで本当に癒される街でした。皆さんもぜひお越しください。最後までご覧いただいてありがとうございました。
それではまた。ちょっとカメラが揺らいだ。こんにちは、こんばんは。今日もココ VR を緑の動きながら撮ろうと思ったらなかなか難しいです。今日もココ VR を今日もココ VR をご覧いただきましてありがとうございます。今日はこのココ VR でたびたびご紹介しているフォトグラメトリーを得意とするクリエイターさん、常吉さんという、略してトコグラメトリーという風なネーミングがついているクリエイターさんなんですけれども、以前に奈良県の廃墟の商店街とか友ヶ島とかいろいろなフォトグラメトリーワールドをご紹介したんですけれども、そのクリエイターさんのワールドを3つほど行ってみたいと思います。2つはメニューに載ってるんですけれども、1つはこのワールドに来た時にポータルを見つけたんですね。なので多分非公開ワールドで、このワールドに来た人だけに、このワールドに来た人だけが行けるよと、ポータルついてるよというような設定にしてあるような感じのポータル見つけたので、3つほど行ってみたいと思います。このクリエイターさんにしたら割とちっちゃめのワールドです。ワールド名はいつまでもここにいてもあれなので、ワールド名はカニ公園という、どこに存在するんでしょうね、この公園は。那覇空港の近くに実在する公園、カニの形をした滑り台と蛇口があるよという公園を見ていきたいと思います。
それではカニ公園すごくない？ちょっとグロテスクな。すごい、本当にカニの形してる。あ、そしてこれが蛇口なんだ。ちっちゃいカニと大きなカニ、どうやってお水が出るの？あ、ここひねったらどっから出るの？実際は、あ、足のこの辺から蛇口がいっぱいある。すごい、すごい天気のいい日に撮影されたんですね。そしてあそこにポータルがあるので、あそこもねちょっとね行っていきたいと思います。メニューにはないんですよ。かかし広場と南桃原三丁目公園ないんですよ。これはね以前ご紹介した沖縄の鍾乳洞なんですけれども、これは行ったんですけど、この2つはねメニューになかったんです。はい、ここにポータルで初めて見つけたので行ってみたいと思います。ちゃんと駐車場に停まってる車もフォトグラメトリーしてると。はい、外側の風景とか道路とか建物は何もなくて、青空にポツンと浮かぶ感じになってるんですけれども、沖縄の那覇に実際に存在する公園だそうです。それではせっかくなのでちょっと滑り台、滑ることはできないですけれども、登ることが、うわー、ここからの風景も公園全部を見渡せます。すごい、なんかお天気いい日にフォトグラメトリーした、お天気いい日にフォトグラメトリーしたっていうのが分かる。これなんかここにいるだけでもポカポカとあったかくなってきます。うん、滑ることはできないんですけれども、フォトグラメトリーと VR チャットの滑り台に来るとこんな感じになります。はい、ちょっと前顔がおかしくなります。リトルワールドとか壮大なフォトグラメトリーを手掛けるクリエイターさんなんですけれども、このカニ公園ワールド、実はクエスト対応なんです。クエストで来ることができるんです。フォトグラメトリーでクエスト対応ってなかなかないので、ぜひお越しください。それでは次はここにあるポータル、どっちに先に行こうかな。桃原三丁目公園に、公園つながりで桃原三丁目公園に行ってみたいと思います。やってきました。めっちゃ大きく、こんなに大きく公園の名前を書いてる公園も初めて見たんですけれども、南桃原三丁目公園です。メニューにはどこの公園とか土地名、地名を書いてないので、どこにあるかわからないので、知ってる方いたらコメントで教えてください。すごいね、この迫力。これ何の生き物？ネズミ？何これ？ちょっとドローンカメラで何の生き物か見たいと思います。あ、ネズミですね。わあ、誰かでも登ってるね。ここペンキ剥げてる。え、初代は青だったの？ピンクの中に青のペンキまで。こういうなんかね、ペンキの剥がれたとこまでできるのがフォトグラメトリーの魅力ですよね。すごい。公園の看板を一体何年持ち続けてるネズミさんなんでしょうかの。そしてこれは、これも可愛いけど、立ち木とかは割と粗めですね。でも遊具はめちゃくちゃ綺麗にフォトグラされてます。 3D スケ、これはカバですね。かわいい。これももう何年も何年も子供たちが遊んできた感じがわか、あ、すごい。中もちゃんと、これも何回もペンキ塗られたんでしょうか。最初は青で、その次が黄色でみたいな。 FRP で作られた遊具なんでしょうか。ちっちゃい子が、うん、ちっちゃい子用の滑り台みたいな。この公園遊具、このカバさん滑り台だけね、他何もないですもんね。そしてこれはトイレかしら、公衆トイレ。あ、トイレかな、これトイレですね。そしてこっちが、あ、こっちはもうちょっと粗めで、こっち何かちょっとわからなくて、公園の外側の感じですね。生垣も、これは私、あ、これ登ることはできない。あ、登ることはできないんですね。入りたかったけど、登ることとかは、あ、貫通して入ることはできました。貫通して、うん、貫通して、あ、やっぱり、あ、でも、割と高めですね。低い感じかと思ったら、子供たちにとったら結構な見晴らしになるんじゃないでしょうか。すごい、なんか年季を感じる滑り台でした。ここには先ほどのポータルないので、カニ公園に戻って、あのポータルも入っていきたいと思います。
はい、最後のワールドはかかし広場という公園なのかな、何なんだろう、どうなんでかか、あ、意味がわかりました。こちらご覧ください。めちゃくちゃシュールです。ちっちゃいバイクに乗った服を着せられた、ちょっと不気味な失礼しました。ちょっとこれ夜に来たらちょっと怖くない？すごい。外側は割と粗めでちゃんとスキャンはされてないんですけど、うわー、なんか光の中にあるまばゆいばかりの、あ、いろんなかかしがある。わ、いろんな竹馬に乗ったかかし。説明欄にもかかし広場としか書いてないので、日本のどこにあるものかはわからないんですけれども、あ、遊具にもちっちゃなお人形が乗ってる。すごい、めっちゃシュール。すごい。あ、あそこになんか書いてます。光に包まれてるので、これ落っこちないの大丈夫？あ、落ちちゃう。あ、落ちちゃった。向こう側は渡れない感じですね。コライダー入ってない感じで向こう側は渡れないですね。ちょっとじゃあここに立ってドローンカメラ近づけてみましょうか。どこだろう。あ、ちょっと字がわからない、地名書いてるかと思ったんですけど、ん？目指せ、なんて書いてるんだろう。全国入賞、何なんだろうか。すごい。隣には売店。あ、公園ですね。車。多分クリエイターさんがご自分で、うん、これはパブリックにしていいと思ったもの以外はこんな感じで、いろんな各ワールドにポータルをつけて、これもよかったらご覧くださいみたいな感じだと思うんですけれども、最初のカニ公園はクエスト対応でメニューにもあるんですけれども、あとの2つはワールドに来ないと行くことができないようなワールド2つをご紹介しました。3つのちっちゃめのフォトグラメトリーワールド、いかがだったでしょうか。最後までご覧いただいてありがとうございました。動いたら落ちそうです。それではまた。きゃー、落ちそう。今日もここ VR をご覧いただきましてありがとうございます。今日はというか今日もフォトグラメトリーワールドです。今日来ましたのはこちらに看板がございます。青ヶ島という登山コースの一本道。今私が立っているのはもう山頂、頂上というかゴール地点に立っているんですけれども、ゴールから下を目指すというようなそんな感じになっているような感じです。下見の感じではとてもコンパクトなフォトグラメトリーワールドなんですけれども、なんとここクエスト単体でも来ることができます。ということはスマホでも入ることができるので、まあ、スマホだとなかなか没入感まではいかないんですけれども、それでもテクスチャーとか雰囲気ご覧いただけるので、単体の方そしてスマホの方もぜひお越しください。すごくね、ちょっとね、やっぱりクエストだけで来れるということで粗めなところもあって、道以外は上の木とかまではスキャンされてないんですけれども、ちゃんと説明書きを丁寧に要所要所にしてくれてるので、これも読みながら見ていきたいと思います。すごくないですか。塩素材歩けるフィールド部分、青ヶ浜に iPhone で撮影した動画からフォトグラメトリー。私青ヶ島って知らなかったんですけれども、ここは青ヶ島の参道で撮影した写真等から 3D モデルを作成して歩けるようにしたワールドです。青ヶ島は伊豆諸島の有名島の中では最南端にあり、東京都心からの距離は 350km。 最も近い有人島の八竹島からは南へ 68km に浮かぶ火山島です。と地図でいうと東京がここなので割と近めで、あ、もうこの辺にいっぱい島があるんですね。中でも一番遠いここです。太平洋にポツンとここですね。ちっちゃめの島です。それでは行ってみたいと思います。
参道をスキャンしたということで、下だけ写す方がよろしいでしょうか。上に行くと、でもね、それでもほら360度の写真を使って周りの風景もちゃんと撮影してくださってるので、あ、下のお家とかも見えますね。上から眺めはすごいです。うわ、変わった形の島ですね。変わった形の、すごい、二重火山の島。青ヶ島の最も特徴的な風景がこのパネルの奥に見える二重カルデラです。海の中から火山の火口だけが突き出した形の外輪山と、そのカルデラの中に突き出した内輪山丸山、かつては激しい噴火を繰り返しており、特に1785年の天明の大噴火では大きな被害を出し、その後40年にわたって無人島となっていましたが、現在も丸山周辺の各所で水蒸気が噴き出していると。こっから見えますよと。うわー、ほんと、あれが1785年に大噴火をしたと。すごい面白い形ですね。すごい歴史深い。今では緑が茂って青々としてますね。すごい。それではこっちに降りていきたいと思います。すごいなんか荒めなコンパクトなフォトグラメトリーワールドなんですけれども、山がどのくらいの急斜面かとか、これ結構専用の靴を履いてないと危ないんじゃないかなと思うような、このどのくらい斜めかって、どのくらい傾斜があるかっていうことを、感じることができますね。はい。東京都青ヶ島村。青ヶ島の人口は170人。2019年8月1日現在、左手に見える外輪山の北側の緩やかな傾斜地が主な居住地域となっています。ここを訪れる方法は、悪天候による欠航の多い船か、1日1便。定員9名のヘリコプターしかありません。それでもこの島ならではの風土や景色を求めて、日本のみならず世界各国から観光客が訪れると。へえ、あの辺ですね。すごい。1日1便定員9人のヘリコプターって。私生まれてこの方ヘリコプター乗ったことないんですけど、ヘリコプターを体験することもできるっていうことですよね。うわー、でも結構すごい急斜面。うわー、あの辺に行ったら割となだらかですね。あ、この辺まで来たらかなりもうなだらかです。こっちのね、フォトグラ結構荒いんですけど、ちゃんと道とかは、あ、こんな感じなんだっていうことが、この飛び出してる棒みたいなのはきっと柵だと思います。フォトグラするときにね、ちょっと向こうにこうごっちゃになっちゃったりとかするので、粉のようになってます。これもフォトグラのね、魅力ですよね。はい。やっとゴール地点に来ました。あ、ベンチがあります。陸地からは遠く離れた小さな島の夜空は、街明かりで明るく照らされることがないため、星がとても綺麗に見られます。この看板の左、本当はベンチだったはずが立体化に失敗して謎のモニュメント化した物体の上に星空を閉じ込めた球体を置いてみました。頭にかぶれば青ヶ島の星空を見た気分になれるかも。あ、ここに、あ、これモニュメントじゃなく、これベンチだそうです。3D 化に失敗したそうで。あ、じゃあちょっと、わ、本当だ、頭突っ込んだらすごい、わー、星空だわすごいです。この下はもう、あ、ここも行き止まりですね。実際だともっと下まで、実際だと行けると思うんですけれども、フォトグラでは行き止まりですね。もうこの辺からかなり荒めに。ね、ローポリゴンの、あ、でもなんかおまけが。え、何ですかこれ。え、終わりと思ったら。はい。ここまで見ていただいてありがとうございます。島を訪れた時は立体化など
考えておらず、普通に歩きながら撮った動画から作成したので作りが荒いですが、少しでも楽しんでいただけたら幸いで、楽しみましたよ。左の球体を押すと半透明の床が島の上部に広がり、二重カルデラの上空まで歩いてまたはワープで行けます。円形の 3D モデルのベースは自分の撮影したものではなく、国土地理院の空中写真なのでとても綺麗ですね。よければということで、やってみたい。この球体を握る。あ、本当だ。あ、じゃあ丸山の上部までワープしてみたいと思います。うわー、これはぜひドローンカメラでご覧ください。すごーい。うわー、すごーい。気持ちいい。空に浮いてるみたい。すごいすごい。これがクエスト単体で体験できるのは、荒くて見ぐる、お見苦しいとか書いてましたけれども、クリエイターさんものすごい頑張って作られたんだなってわかりますよ。だってかなり軽量化しないとフォトグラメトリーをクエスト単体で来ることができるなんて、ありがとうございます。すごーい。わー、気持ちいいです。本当に浮いてるみたいな感覚になれます。高所恐怖症の人は無理かもしれないですよ。そして元の場所にワープと。あ、ここまで、あ、行き止まりと思ったけど、ここまで来てよかった。あんな体験ができるなんて。はい、ということで今回はクエスト単体で来ることができるフォトグラメトリーワールド青ヶ島を皆さんにご紹介しました。すごくね、コンパクトなワールドで、ご本人はね、フォトグラのね、ここを作るつもりではなかったって、ワールドを作るつもりじゃなかったのでかなり荒いですけどということだったんですけれども、いえいえ、青ヶ島を知らない私からするとどういうところなんだっていうことが本当に臨場感を感じることができたし、青ヶ島がどんなところかっていうことを本当に満喫できたし、体験できました。本当にいろんな方がこうやってワールドを作ってくださってて、本当にいろんな体験をさせていただいて本当に感謝です。もちろんこの私の拙い動画をご覧いただいた皆さんにも心の底から感謝です。本当だったらこういう感じの急斜面なので、歩きながら撮影したら大事故になってしまいます。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ありがとうございました。スタッフさんが行きたいと言ったワールド
イギリスにある自然史博物館にやってきました。スタッフさん実はイギリスに旅行した時に実際にこの自然史博物館行ったことあるんですよね。はい、行きました。どうですか、見た感じ。フォトグラだそうですけど、実際そのまんまですよ。そのまんまだそうです。それもそのはず、そのまんまです。イギリスの自然史博物館をここのクリエイターさんがそのままフォトグラメトリーで再現したので、そのままだそうです。自然史博物館は入館料いるけれども、もちろん VR の中なので入館料無料で行けますので、皆様もどうぞ。それではイギリスの自然史博物館行ってみたいと思います。何し、わ、何これ、何、あ、骨と、あ、でも英語でしょ、でも英語でしょ、でも英語でしょ、あ、ちょっと横にほら、実際現地の写真もこうやって置いてくれてる。現地の写真もこうやってこうですよと。これが皆さん現地の写真です。現地の、そしてこれがフォトグラ。わー、こっち、わー、うわー、え、これ剥製なんですか、もしかして。あ、ここでも写真が、わあ、じゃあ、わあ、キリンってこんなに骨格が、こんなとこにも、あの、リアルでは無理ですね、モッキュンさん。リアルでは無理ですね、そこ。デンジャラス君はモッキュンさんです、皆さん。デンジャラス君、モッキュンです、さんです。はい、こんなとこ入らない。これ絶対ダメだよ。これ絶対リアルじゃダメだよ、ここ。絶対ダメよ。すごい。ビーンが飛んでいきます。うん。VR では、で後ろは結構リアルではダメな、ああ、そういうとこまで見れるんだ、 VR では。リアルではちょっと、そう思ったらリアルもいいけど、 VR は、あ、後ろは割とざ、あの、粗めですね、後ろ粗めで、ね、後ろはちゃんと撮れてない、うん、前から、うん、だから前から撮影したのよ、うん、入れないから前からだけ撮影したからだ、うん、え、も綺麗に撮れたらそれはそれで問題ですよ。これ何マンモス、もしかしてこれはマンモスですか。マンモスね、わー、これが写真、わー、すごーい、わあ、もうそれ絶対ダメです、それリアルでは、もうリアルでは絶対ダメな、わー、絵的になんかあれね、デンジャラス君子供でなんか、あの、親と子が見物に来た絵になって、家族旅行みたいな、家族旅行みたいな、うん、中身全員ね、中身全員中高あ、こんな風に展示されてるんだ、隣に隣に、あ、恐竜、うわ、ガラスケースに入ってるの、うわ、すごい、なんか写真と、うん、ほら皆さんご覧ください、フォトグラがちょっとね粗めなんですけれども、横にね現地の写真が飾ってくれてるので、リアルの雰囲気を感じながら、もうちょっとちゃんと見たいと思ったら写真で、はい、人間の大きさに対してこのぐらいですよと。え、これは何？自然、これは何？場所、場所何でしたっけ？あ、この公園にあるやつ。あの、上の公園ですよね。あ、そうですそうです。あそこのやつやってほしいわ。あそこ、あそこもやってほしい。あそこもやってほしいよね。あそこもさ、イギリスに負けず劣らずすごいもんね。VR で見れるんですね。うん、すごいもんね。そうなんですか。皆さん、そしてご覧ください、こちらクジラが、クジラが上に、うわー、すごーい、え、クジラってこんなに大きいの、え、これは何、え、これは何、ホルマリン漬け、あ、サメの、あ、カジキマグロ、あ、フォトグラはちょっと粗めで何かわからないですけど、写真があるのですごいですね。こっちは、これ何、これ何、サンゴ、すごい、こう、うん、サンゴだ、コーラルって書いてる、サンゴだ、サンゴ、あ、だいたい大きさをね、粗いですけど、あ、これぐらいの大きさのサンゴなんだっていうことが分かって、そして詳しくは写真で、なんか粗めのフォトグラワールド、こうやってやってくれてたら助かりますね。でもなんか現地の雰囲気とかすごい伝わる、すごい、うわ、階段、
わー、これだけめっちゃリアル。どれ、めっちゃリアルなの。え、なにそれ、え、ゴリラリアルなの。なんで、え、ゴリラめっちゃ、でもフォトグラだ。え、めっちゃリアル、ゴリラめっちゃリアル。イケメンゴリラですか、イケメンゴリラさんですか。これリアルでは絶対にやってはいけませんけど、鼻ほじってるこの人。ちょっとスタッフさん鼻ほじってる。スタッフさんちょっとゴリラの鼻、そんなんリアルでやったら誰も嬉しそうに。わあ、でもなんか現地の臨場感はすごいですね。これだけリアルやね。すごい、すごいゴリラ。まあ、この骨もすごい綺麗にやれ。ゴリラが、うん、英語が分かったらね、説明もすごい。そうい。あとは、わあ、ここなんか歩くだけでもなんか来た気分になれる。歩いてるだけで。まあな。すごーい。あ、非常階段は。本当に来たみたい。本当に来てるみたい。スタッフさんが現地そのまんまって言った意味がちょっとわかりますよ。すごーい。でもさ、今はさこのぐらいだけど、そのうち iPhone でももっと緻密にフォトグラできるようになるんじゃない？あ、うん、なりそうやけどね。なんかね、 3D スキャンとねフォトグラってまた違いますよって、うん、コメントいただいたよ。あ、何そこの階段、何そこの階段、すごいね。こっから見た感じもすごい伝わるね、現地の感じね。この感じなんだろうね。うわー、こっから見た感じも、うわー、それリアルではそれ危な危険な行為で、それリアルでは危険な行為の、うわー、こっから見たらすごい、あ、危険な、あ、危険な、危険な、うん、危険な、うん、危険なクソガキになってます。危険なクソガキの、え、なにこれ、こんな、え、ちょっと待って、ね、え、ちょっと待って、こんな木があるってこと？屋久杉とかそんな感じ？もっとちゃう。オッケー。それ読みたかったですね。あ、そちらに現地の写真もあるんだ。うわー、オッケー。でもこの写真見ただけでは実際の大きさが全然わからないけど、こうやってフォトグラしてもらえると、うん、大きさがわかる。でーんってすんごい大きい。うわー、大きい。まあ、ここは、あ、ここまでなんだ。建物も古いもんね、建物も、うん、建物がすごい古い感じがすごい。そしてさ、フォトグラだから明るさもすごく再現されてて、へー、すごい。なんか、なんだろう、あの部屋にいるのになんか海外に来たなんか空気感みたいなのをすごい感じる。絶対日本にはないような建物だから、すごい。そしてこうやってリアルでは絶対に無理なアングルからも見えるでしょ、こういうとこ乗って。クジラに飛び積みたいですね。あ、それをしたい ね、ジャンプ力が長すぎて。あー、落ちてった。ホッキューさんが、あー、リアルでは絶対してはいけないことでもできるのが VR の世界ですもんね。無理でしょ、クジラに飛び移るのは。いくらなんでもクジラに乗った少年したかったんですけどね。あ、あれ、ここってあれですか。あ、パブリックだね、プライベートじゃなくて、うん、乗れなかった、絶対無理。いくよ。あー、あー、無理だ。うん、ちょっと距離あるもん。あー、いけた。ちょっと待って、そこにいて、上からちょっと撮る。ホッキューさんが成功した。皆さん、皆さん、これ現地でやったら捕まります。
現地から現地でこれやったら捕まります。今もっきゅんさんがちょっと、もっきゅんさんが絶対ダメな感じの、うわーすごい、クジラに乗ってる、クジラに乗ってる、クジラに無理よ、無理よ、それはすごい、すごい、あー、さあスタッフさんがダメだった。いいとこまで行くのに、どうやって、あー無理、すごい、もっきゅんさん、うわー、クジラの背骨にまで、なんかあの自然史博物館の見学に来たのにさ、私たち趣旨変わってるじゃん。行きます。え、無理だけど、あれやで、あのスピーカーの上に乗らなかんね。あ、スピーカー、行きたい。絶対リアルでは無理な景色から、いける、あー無理、難しいね、何やってる私ら、あーむ難しいけど、あー行けた、すごーい、あーまた落ちた、なんやろ、途中で落ちるな、あーダメダメ、なんか途中で落ちるわ、すごいとこ乗ってるけど、もっきゅんさんがちょっと口の中に乗ってはんの、皆さん、もっきゅんさんがクジラの口の中に、ちょっと下から撮ろう、あ、もっきゅんさんが、もっきゅんさんが、こっから上っていけるか、もっきゅんさんがクジラの、もっきゅんさんがクジラの口の中に、すごーい、すごい、うれ、なんかいいね、これデンジャラスくんが自然史博物館のクジラの口の中に入ってる絵が撮れたわ。絶対に無理じゃない、バーチャルじゃないと。私、自然史博物館と私の作品コラボよ、皆さん、自然史博物館と私の作品デンジャラスクロスウォークのコラボ動画です。すごーい、きゃー、無理だわ、難しい、名前を追って、本当に親家族旅行みたい。あ、なんか家族旅行の絵になってますけれども、自然史博物館スタッフさん見てみてどうでした？もう実際行ったことあるの、あなた、あのどんな感じ、やっぱ雰囲気とか、はい、日の光も現地のまま、うん、だと思います。すごい、さすがフォトグラフ、そのままような、うん、私もだいぶ前からね、でも行ったのが、まだね、フォトグラの技術で荒いところもね、あるんですけどね、臨場感とか写真もあの置いてくれてるので、すごく分かりやすいので大おすすめです。すごいいいです、建物がね、建物の雰囲気とかクラシカルな感じがすごく伝わって、なんか来た気分になりました。異国に来た感じはすごく味わえた、はい、私は、はい、ということで、はい、ぜひお越しください。以上、イギリスの自然史博物館から動画をお届けしました。ありがとうございました。
ちは、こんばんは。桜吹雪の中から失礼しております。今日はフォトグラメトリーワールドのご紹介です。というか今日もフォトグラメトリーワールドです。個人的にフォトグラメトリーワールドがとても興味があるので結構多めになっております。今日来たのはちょっとどこのかはわからないんです。この先わかると思うんですけれども、ゼニアライ弁財天という実際にどこかにある、ちょっと調べたんですけれども、鎌倉にもありますし京都にもありますし、お金を洗うという神社は結構全国にあるみたいなんですけれども、この場所がどこのゼニアライ弁財天かわからないんですけれども、この綺麗な桜、夜だったらどうだろうって想像する方もいると思うんですけれども、夜バージョンと昼バージョン2つあるので、今日は2つ見ていきたいと思います。まずやってきたのはベニアライゼン、ゼン、ベニアライゼンすいません、最近この辺もカットされないようなんですけれども、最初に来たのはゼニアライ弁財天の昼間デイのワールドです。見ていきたいと思います。もう本当に綺麗な桜です。一足早くアップロードがいつになってるかわからないけれども、まだ寒い季節に撮影です。なんだか気持ちまで暖かくなる桜、早く桜の季節になってー。わー、花福神社ゼニアライってどこだろう。あそこに看板があります。あそこに看板があります。これ何？英語をしちゃった。ゼニアライ弁財天、宇賀福神社、源頼朝に宇賀福神の夢のお告げがありました。鎌倉だ。その水で神仏の供養を行ったことが創建の由来だと言われています。ちょっと音楽が鳴ってたのでちょこっとだけで失礼しました。書いてありました、鎌倉市にあるゼニアライ弁財天だそうです。神社の名前が宇賀福神社。わー、すごいですね。1185年に創建したという神社を今から見ることができます。キャー、わー、すごいすごい。あ、こういうとこ入っていくんですか。実際もすごい。わー、なんだか鍾乳洞のような、すごいですね。こういうところを通っていくということです。すごい、なんかワクワクしてきます、このアプローチ。そしてトンネルを越えると鳥居が、まるで千本鳥居のような、うわーすごい、わーすごい、歴史を感じますね。あ、こっちにはちゃんとトイレも、ガラスブロックの、ガラスブロックってわかるような感じの。あら、売店まで、割と荒めですけど売店まで、すごーい。わー、あ、こっちも、あ、こっちも行けるんですか。わー、すごいすごい。桜が、桜はね、フォトグラメトリーではなく、まあ、ここにも何かが祀られてる。すごーい。なんか黙ってしまいますよね、ちゃんとお伝えしないといけないのに。すごい、歴史を感じますね。狛犬さんも、わー、階段がありました。すごいすごいすごい。この何とも言えないこの狭さ、横幅の狭さっていうのもすごくリアリティがあります。階段もスロープじゃなくてちゃんとクライダーが一段ずつついてて、だんだんだんと、あ、ここっていろんなところにちょっとずついろんなものが祀られてるんだ。すごい。この後で出された桜がすごくいい仕事してますね。フォトグラにちょっと何かこう手を加えていただけるだけで、来た人はすごく
臨場感を味わいます。あ、ここはおみくじとかかな、なんか売ってるのかな。へえ、すごい。あ、湯気があります。ここでお金洗うの。あ、ザルはこちらにって。わ、本当に来たみたいな感じを味わえる。古いお札、お守り以外のもの、招き猫だるまは納めないでって。すごい、ザルに、このザルにお金入れるんだ。もしかしてザル持てたり。あ、ザル持てる。え、ザル持てます。使用後のザルは左のカゴへ。あ、ちゃんとカゴに戻してください。バーチャルだからいいんですよね。ここに、あ、ここのお湯か何かをかけるんだ。こうやってお金を入れて。すごい。じゃあちょっとお金は入ってないんですけれども、疑似体験を。ここにお金を入れて、ここのお水をすくってかけるんだ。こうやって、こうやってね、こうやってで清めて銭洗いっていうことですよね。じゃあ、あのバーチャルですけど、カゴ戻しておきたいと思います。そしてこの湯気みたいなのが蛇の形してるけど、これはないよね。これはないよね。すごいリアル。白い蛇、縁起良さそう。ここもすごいですね。あ、あっちにも桜です。あ、手前のフォトグラの桜で、奥のが足したものだ。すごい。それでは入り口のところにはポータルがありました。入り口のところに夜バージョンに行くポータルがあったので、そこに行きたいと思います。もうすごくいいです。桜の神社って本当に素敵。キャー、走ります。それではナイト夜バージョンに行きたいと思います。わー、夜素敵。ライトアップされた夜桜最高。ご覧ください。昼もいいけど夜も素敵。わー、え、こ、神社はどうな、ちょっと軽くホラワみたいな。真っ暗だよ。真っ暗は、真っ暗、明かりないんだ。神社は、神社はどうなってる。あ、神社はちゃんとライトアップされてるんですね。あ、神社は、あ、神社はちゃんと明るく、昼間に撮影してスカイボックスだけ夜にしてるっていう感じか。どっちなんだろう、どうなんだろうか、気になる。あ、ここは同じですね。あ、奥宮って言うんだ。この石もすごい、石の感じもすごい。あ、ここは同じですね。同じですね。このキャンドルも持てたりする、持てないね、まさかね。夜もいいですね。すごく桜がライトアップされてて綺麗です。なんか落ち着いた。そしてこの虫の声、スズムシの声もすごく癒されます。わー、すごい、すごいです。趣があります。夜は夜でね。え、わー、すごい。はい、ということで今回は銭洗い弁財天、いろんなところで聞く名前なんですけれども、このフォトグラメトリーワールドは鎌倉にある銭洗い弁財天を再現保存した、そんなワールドです。以前に京都の清水寺をご紹介したんですけれども、そのクリエイターさんと同じクリエイターさんです。その同じクリエイターさんでも
京都のワールドよりこっち、ずいぶん前に作られたワールドなんですけれども、やっぱり 3D スキャンの技術も上がってるなっていうことも感じました。一人のクリエイターさんのワールドの今と昔を見比べるにもすごくいいなって思いました。ぜひお越しください。それではまた。